はい、行きましょう。情報を表す構文ですね。分解釈の要点を整理していきましょう。情報っていうのは、ほにゃほにゃだけれどもってやつですね。ゾウとかオールゾウ。ね、ほにゃほにゃだけれども。even if、たとえほにゃほにゃでも。as sv とかでね、srv であるけれども。とか、whether ごにゃごにゃ or。ね、whether ごにゃごにゃ or not。たとえほにゃほにゃであろうとなかろうと、みたいな感じですね。things will change, whether we like it or not。物事は変わるよ、変わっていくよ。私たちがそれを好きであろうがなかろうが好むと好まずあるとっていうことですね。こういうふうにほにゃほにゃであろうとなかろうと、こういうのが情報なんですね。その表現を見ていこうというところです。で、次。Great as he is as a scientist, he's still greater as a man. まあ、as がいっぱい出てますけれども、ここでのポイントは、ほにゃほにゃ as s is で、s はほにゃほにゃであるがっていうふうに、情報を表すんですね。これポイントはここまでです。なんか、あずあずとか思いそうやけど、そうじゃなくて、ここまでですね。Great as he is. 彼はグレートであるが。っていうことですね。もうここで情報が成立してるんです。で、このあずは何やっていうと、もうそんな情報とか関係なくて、ほにゃほにゃとしてですね。科学者として、彼は偉大であるが。He's still greater as a man. 彼は、人間としても偉大でもあるよと。っていう感じですね。で、このスティールは、何やっていうと、比較の強調で、スティールを使ったりもできるんですね。マッチとかスティールっていうのは比較を強調できると。これもほぼベリーみたいな意味ですね。だからもっとっていう意味になってるんですね。まあでもここでのポイントはこのほにゃほにゃ as s is。この as s is で、これが情報を表すことができるんだ。っていうのがポイントなんですね。その次二つ目も有名なやつです。No matter what とか No matter how とかですね。これは whatever とか however とかと一緒で、たとえほにゃほにゃでもっていう意味になるんですね。However, hard you may try. この名は、まあ、入れたり入れんかったりもするよと。ポイントは、あんたがどれだけ一生懸命 try しても。っていうことですね。You can't finish the work in a day. その仕事を一日で終えることはできないよと。この however, たとえほにゃほにゃでも。っていうふうに訳すんでしたね。それは no matter how とも一緒ですと。っていうこういう、この no matter の構文にも慣れていこう。たとえほにゃほにゃでも。って訳すんだよ。っていうのがあったんですね。次三つ目、命令法、仮定法による構文と。これ何やっていうと、ちょっと分かりにくい形だけども、この情報の例えほにゃほにゃでも表すのに、これ命令文足す疑問詞足す助動詞っていうふうに言うこともできるんですね。Be the matter, what it may. 命令文足す疑問詞足す助動詞みたいな感じですね。これで、例えほにゃほにゃでもって意味が出るんだよと。だからそれがどんな問題でもですね。Be the matter, what it may. それがどんな問題でも。We must do our best. 私たちはベストを尽くさなければならないと。っていうことですね。で、それは、この be the matter what it may は、let the matter be what it may っていうふうに言うこともできると。もうこの辺は慣れやと思いますね。この be the matter what it may は、let the matter be what it may。もうこれもう丸暗記してもいいぐらいですね。言葉なんでね、言語なんでもう覚えてしまえば何度でもなります。ね、この型を、何度もね、音読するなどして覚えていくと、自然と身についていくと思います。そして、これ、命令文足す as sv っていう風に表現することもできます。これまた、下の練習問題とかやっていくうちに出てくるので、そこで確認していこうと思います。そして、四つ目、in spite of とか despite, with all とかですね、for all とかも言います。これ、ほにゃほにゃにも関わらずってやつですね。with all his wealth, he is not happy. 彼の富にも関わらず、彼は幸せではないと。っていうことですね。まあ、この in spite of とか despite、これで、もう有名なことは、この後ろが名詞とか名詞句が来るんですね。文が来ないよと。それはまあ文法的な問題で、もう英文解釈の時はね、ほにゃほにゃにも関わらずって訳せればいいと思います。ということでね、ここの情報を表す構文、これも英語の長文ではすごいよく出てきますよね。この下の練習問題を使って、しっかり慣れていきましょう。